このスパ。昨日のショーは大盛況だったな。お客さん、みんな満足そうでよかったよ。このかわいいかわいいエリカちゃんがいるんだから当然ね。そうでしょシエロ。そうだね。でもどうしたのよ、心配事？ショーは成功したし、エリカちゃんは可愛いし、何も不安がることなんてないと思うけど。不安というか、ほら、僕たち冒険者でもあるよね。最近それっぽいことしてないんじゃないかなって。確かに最近はショー続きでクエストにも行けていないな。そうだよね。このままじゃ腕がなまっちゃうし、たまにはみんなで鍛錬に行くのはどうかな。私は反対よ。今日は家でのんびりするって決めてたんだから。私はシエロの言うことにも一理あると思うな。冒険者としての活動も時には必要だ。リアまで。はあ、分かったわよ。私だけお留守番ってのもなんかやだし。決まりだね。カズマさんには昨日話を通しておいたし、早速出発しようか。ずいぶんと急だな。ゆっくり準備してからでもいいんじゃ。大丈夫、持ち物は武器と防寒用の布ぐらいで十分だから。場所もアクセルから離れてるわけではないしね。それだけでいいの？まあ、ささっと行ってささっと帰るなら大丈夫かもね。え？まあ、それくらいの心持ちの方が鍛錬としてはいいのかも。なんか含みのある言い方ね。リア、私なんだか怖くなってきたわ。あ、リア？ああ、ごめん。今、窓から誰かに見られてたような。まあ、気にせず行こうか。何だったんだろう。最初はちょっと嫌だったけど、来てみたら森も案外いいものね。ああ、涼しくて気持ちいいし、歩いてるだけで癒されるな。たまにはこうやって、自然の中に身を投じなきゃね。ん？見て見て、この辺り地面が平らだよ。お？まあ確かに。でもそれがどうしたんだ？どうって、寝泊まりする場所は大切でしょ。ねえシエロ、まさかとは思うけど、ここで一晩過ごす気じゃないでしょうね。一晩？やだなエリカちゃん、そんなわけないよ。そうよね、さすがに寝泊まりなんて。一晩なんて短すぎるよ。今回は4泊5日でみっちり追い込むからね。はい。この前カズマさんにこのことを相談したんだ。そしたら5日間くらいはお休み取れるって。武器と防寒具だけで4泊5日。絶対いい鍛錬になるよ。すっかりスイッチが入ってるな。無理よ、こんなところで5日間なんて。私は先に帰らせてもらうわ。エリカ、それはカズマの言うフラグというやつだ。一人での行動は危ないから避けるべきだな。そんな。カズマさんもすごく心配そうだったけど、だからこそより強くなって帰らなくちゃ。二人とも頑張ろうね。おあ、何はともあれ、まずは火起こしだが、道具もないのにどうやってやるんだ。ま、そうなるわよね。せめて火打ち石だけでもあればいいんだけど。大丈夫、僕ちゃんと調べてきたから。こうやって木と木をこすり合わせて。そりゃあ、あれ煙すら立たないな。もう一回。
そりゃー、そりゃそりゃそりゃー、これはダメそうね。日が暮れる前に何とかしなきゃ。メガバットか、こんな時に。モンスターとのバトルもいい鍛錬になるね。3人で力を合わせて倒しちゃおう。このスバ、ようやく倒せたな。だが、もう夜になっちゃったじゃない。日もないってのにどうするのよ。食べ物も探せてないしね。今日はもう寝ようか。夜の森は結構冷えるな。布だけでも持ってきて正解だったよ。さすがに地面に寝転ぶのは抵抗あるしね。お、見て二人とも、星、すごく綺麗。焚き火も街灯もないとこんなに鮮やかに光るんだね。ほんとね、つかめそうなくらい近くに感じるわ。不思議なものだ。こういうのを見ると来てよかったと思えてしまうのだから。それは同感だわ。もう眠くなってきちゃった。今日はいろいろあったからね。みんなお疲れ様。また明日からも頑張ろう。おやすみシエロ、エリカ。私も寝るとするか。はあ、どう？散策してみて、使えそうなものや食べられそうなものは見つかった？ふっふん、二人ともこれを見なさい。それってもしかして火打ち石？すごいすごい、お手柄だよエリカちゃん。でしょでしょ、きっと神様が可愛い私のために用意してくれたんだわ。私もいろいろと見つけてきた。見つけたというより落ちていたって感じだが。おお、木の枝とキノコってなんだか多くない？でもこれなら焚き火にも食べ物にも困らないね。でシエロは？さっきから気になってたけど、すごいもの拾ったわね。うん、お鍋を拾ったよ。すぐ近くに落ちてたんだ。どうして昨日気づかなかったんだろう。まあせっかくだし、ありがたく使わせてもらおっか。あと4日間なんとか生き延びよう。ということで森で4泊5日過ごしてきました。まさか本当にやってくるとは。とりあえず3人ともお疲れさん。明日は休みにしておいたからしっかり休んでおくようにな。言われなくてもそうするわよ。早くお風呂に入ってベッドで寝たい。私は普通のご飯が食べたいな。さすがにキノコや木の実では少し物足りないし。そうだろうな。でも倒したメガバットを食べたりしないでよかったよ。さすがにそこまでは。あれ、なんで僕たちがメガバットを倒したのを知ってるんですか？ゲカ！それはだな。ほら、最近森にメガバットが出没するってギルドで聞いたんだよ。もし遭遇してもお前たちなら倒せるはずだと信じてたというか、そのなんか怪しいけど、まあいいわ。疲れたし早く帰ってお風呂入りましょう。そうだな、もうヘトヘトで体
考えることも面倒だ。うん、ではカズマさん、僕たちはこれで。言ったか？大丈夫だよな、バレてないよな。こっそり後をつけたり、いろいろと物を置いたりしたが、さすがに鍋はやりすぎたか。ま、三人とも怪我はなかったし、いい経験にもなっただろうし、手助けした甲斐はあったのかもな。このスバ！自然の中でたくましく生きる、これ以上ない鍛錬です。真っ暗な場所で見る夏の夜空はすごく素敵なんですよ。3人で合宿なんてなんだか新鮮です。いつも一緒なのに不思議ですね。道具も何もない、だからいいんです。強くたくましく生き抜く術、身につけましょう。